堀川城は、静岡県浜松市北区細江町木賀にあった、日本の城。城市推定地とその周辺奥浜名湖北岸に位置し、と田川河口の南側、満潮時には、道が塞がる、干潟の中にあったとされる。600メートルほど北に、当時の主要街道である本坂2が通る。城市は、推定地とされ、と田川の流れも変わり、川口の北側。 田園の中に首塚のみ残る。A63 年、桶狭間の戦いにて、今川義元が戦死した後、土地の人々が砦出を築き、地名より、堀川城と名付けた。ほど近い吉佐壁にも行武城を築き、徳川家康の尊海信仰に備えた、と伝えられている。正確な築城期は不明であるが、当時は今川氏の勢力下であった。A611 年に、 今川氏真から瀬戸重久に出した特性令を免じる安土城の中で代わりに新城の備蓄を賄うように条件がついており、この新城が行部城、堀川城ではと見られている。同年、徳川家康は本坂峠を越えて岡崎から湖北へ攻め込み、行部城を落城させた。今川方で近隣の堀江城市大沢左衛門のは家康に抵抗しており、 大沢市と連携した土豪の新田と作、微東修前、山村修理らは、地元の農民など増票約1700人を集めて、木馬の堀川城に立てこもった。A62 年2月に、掛川城を落とした家康は、同年3月27日、再び本坂峠を越えて、堀川城を攻め、堀川城は、徳川勢によって一方的に殺戮された。微東修禅は、 堀江城の大沢へ逃れたが切腹させられ、山村修理は本、坂道を足本まで逃れたが自害、新田智作は逃亡した。城兵は約半数が殺害され、半数が捕らえられたが、家康は石川貞三郎に命じて、捕虜を皆殺しとし、約700人を女子供も,も含めて、戸田川の包みで全員首をはねた。神殿は、その後、 アシボンのコンチーンに戻り戦死者の母台を弔っていたが、10年後に徳川方に見つかり、と田川の包みで処刑された。上平や新田智作が斬首されたと田川の包みには、極門縄手の名が残っており、三日日一律家近くの一里山の本坂通沿いには、自陣した三村修理の墓が残っている。この戦いに参加した、大久保忠隆が書いた、三河物語には、 男女ともなでぎりにぞしたりけるとの記述が残っている。瀬戸重久が、新田聖を名乗り、堀川上司をしていたという説が存在する。瀬戸重久は、瀬戸の聖をもらう前は、松井聖を名乗っており、徳川家康の信仰に際しては、いいしとともに教順しており、家康からも安土状を得ている記録があるため、この説とはそぐわない。新田と作は、 堀川城の戦い後の陰遁中に出家し、法、旧を名乗っていたため、これを瀬戸、法久子と近藤、同一死したものとみられる。ありがとうございます。